エレクトリシャンメカニック1913年2月号、エレクトリシャンメカニックはアメリカ合衆国で1890年から発行されている科学技術雑誌である。1915年以降のポピュラーサイエンス誌の実質的な前身である。1914年1月にモダン・エレクトリックスとが合併してモダン・エレクトリックスメカニクスとなった。 1914年7月、ポピュラーエレクトリシティワールズ・アドバンスと合併して、タイトルが、ポピュラーエレクトリシティモダン・メカニクスとなった。新しい出版社であるモダン出版は、雑誌の合併やタイトルの変更を繰り返したことで、図書館の司書から苦情を受けた。1915年10月、タイトルは、月刊ポピュラーサイエンスとなり、現在もこの名前で発行されている。 1890年に創刊したブービエのポピュラーエレクトリシャンを1906年5月に新たに設立されたサンプソン出版社が買収した。7月号からはエレクトリシャンメカニックに改名された。編集者はフランク・フラブリ、アーサー・ユージン・ワトソン、メアリー・オーティス・サンプソンだった。サンプソンは会社の会計係権取締役でもあった。 フラプリとサンプソンは1911年に結婚している。エレクトリシャンメカニックは1912年までにアマチュアワーク、ビルディングクラフト、コリンズワイヤレスブリティンの3つの雑誌を吸収していた。この雑誌は通常は100ページ程度で電気、無線、機械加工、機械製図、木工、化学など多岐にわたる記事が掲載されていた。例えば、 無線技術者向けの記事には無線電信機用のコイルの設計と巻き方を詳しく説明したインダクタンスの計算などがあった。機械工向けには旋盤での正確なネジ山の生産といった記事があった。また、ホビーストの読者向けの記事もあった。木工職人向けにはアームチェアや簡単な郵便受けなどの設計図が掲載されていた。この雑誌は 二年間で七回タイトルを変更した。ヒューゴー・ガーンズバックのエレクトロインポーティング社のカタログには販売している電気部品の使い方が詳しく書かれていた。このカタログから1908年4月に雑誌モダン・エレクトリックスが生まれ、1911年まで20万人以上の読者を獲得した。1913年3月、ガーンズバックは 同志とそれを発行するモダン出版社をビジネスパートナーのオーランド・ライデナーに売却した。ガーンズバックは1913年5月に新しい雑誌、エレクトリカル・エクスペリメンターを創刊した。モダン出版はエレクトリシャンメカニックを買収し、モダン・エレクトリックスとが合併し、1914年1月からモダン・エレクトリックスメカニックスとなった。 シカゴのポピュラーエレクトリシティ出版は1913年9月にポピュラーエレクトリシティとワールズアドバンスを合併した。モダン出版はポピュラーエレクトリシティワールズアドバンスを買収し、1914年7月にモダンエレクトリックスメカニクスと合併させてポピュラーエレクトリシティモダンメカニクスとしたが、すぐにモダンメカニクスに解題し、 1915年4月には、ワールズアドバンスとなった。相次ぐタイトルの変更は、当時の図書館界の雑誌でも話題になっていた。典型的なサイズの雑誌では、半年ごとに巻きを分けており、図書館では、雑誌を巻きごとに合本して一冊の書籍に製本する。そのため、開題や合併は、巻きの協会で実施するのが通例となっていた。しかし、モダン出版は、 それを無視して、巻きの途中で、合併や海外を行っていた。次のような写説が、ブレティン・オブ・ビブリオグラフィー1915年4月に掲載されている。ワールズ・アドバンスは、雑誌界の新タイトルで、1915年4月が、創刊号となっている。ああ、いや、新しい雑誌ではなく、第30巻第4号である。以前は、モダン・メカニクスであり、その後ろ身である。 しかし、併合、結婚、連続殺人、あるいはこの波乱万丈の人生を何と呼べばいいのか、ともかく、その物語を語らせてほしい。ワールズ・アドバンスは、ポピュラー、エレクトリシティと、ワールズ・アドバンス、モダン・エレクトリックス・メカニクス、エレクトリシャン・メカニックを合わせたもので、いくつかの雑誌が統合されて生まれたものである。最初は1890年に、 マサチューセッツ州林で創刊されたポピュラーエレクトリシャンで、後にボストンのエレクトリシャンメカニックに引き継がれた。これはアマチュアワークとビルディングクラフトを併合し、1914年1月にニューヨークのモダンエレクトリックスに合併され、モダンエレクトリックスメカニックスと呼ばれるようになった。その後シカゴのポピュラーエレクトリシティとワールズアドバンスが統合されて、 ポピュラーエレクトリシティモダン、メカニクスという名前になった。この名前は長すぎて、モダンメカニクスに変更されたが、似たような定期観光物と混同しやすいことが分かった。ため、ワールズ・アドバンスという名前が採用された。なんと長い決闘書だ。しかし、今では、機械好きの人たちのための雑誌になっており、豊富なイラストが掲載されている。 ワールズアドバンスは1915年までに13万5000人の読者を獲得し、そのほとんどが男性だった。広告誌向けの業界誌には、読者の72%が21歳以上であり、女性や子供の間でほとんど読まれることはなく、もっぱら男性向けの出版物であると書かれていた。1916年の広告、月刊ポピュラーサイエンスは、1872年5月に、 エドワード・エル・ユーマンスによって創刊された。サイエンティフィック・アメリカンやサイエンスに相当する科学技術雑誌であった。ジェームズ・キャッテルが1900年に編集者となり、1901年には発行者となった。キャッテルは学者としての経歴を持ち、教育を受けた読者向けの記事の出版を続けた。1915年までに読者数は減少し、科学雑誌の発行は、 財政的な課題となっていた。1915年9月号の社説で、キャッテルはこれらの困難を読者に説明し、ポピュラーサイエンスという名前を大衆向けの科学雑誌にふさわしい名前を望んでいたグループに譲渡したことを発表した。翌月、高読者には学術的な伝統を引き継ぐサイエンティフィック・マンスリーというタイトルの新しい雑誌が送られることになった。 サイエンティフィック・マンスリーは1958年にサイエンスに吸収された。ポピュラーサイエンスの名称を取得したのは、モダン出版のヘンリー・フィッシャー、ロバート・ウィルソン、オリバー・ケーペンだった。買収後の最初の号である1915年10月号のタイトルは、ポピュラーサイエンス・マンスリーワールズアドバンスだった。看号は、第87巻第4号と、 ポピュラーサイエンスのものを引き継いでいたが、内容はワールズアドバンスのものだった。新しい編集長はサイエンティフィックアメリカンの元編集長のバルデマー・ケンプフェルトだった。月刊、ポピュラーサイエンスの変化は劇的だった。かつては8から10本の記事を掲載する約100ページの学術誌であり、写真やイラストは10から20枚程度だった。新しいバージョンでは、 何百もの短い読みやすい記事と何百もの図版が掲載される通俗科学誌となった。編集長のケンプフェルトは雑誌の対象とする読者を科学の世界について何かを知りたいと思っている職人やホビーストに定めた。発行部数は初年度で倍増した。月刊ポピュラーサイエンスは1915年下期の前半と後半とで明らかに違う雑誌であり、 それを一冊の本に製本する図書館員の悩みの種となった。図書館会の業界誌であるブレティン・オブ・ビブリオグラフィーは、この雑誌の新旧の出版社から受け取った相反する勧告を掲載した。ブレティン・オブ・ビブリオグラフィーの編集者は、療養のためにバトルクリークに行っている司書や製本業者の一覧を公開すると述べた。勧護の出展、ありがとうございます。